今日は私の家を紹介します。これは私の家です。私の家は四角い家です。1階、2階、2階建ての家です。家族4人で住んでいます。ここは玄関です。玄関を入ります。ここは1階です。1階にはお風呂があります。トイレもあります。台所、キッチンもあります。ここで私は料理をします。ここは私が料理をする場所です。テーブルがあります。ここでご飯を食べます。食事をします。みんなで食事をする場所です。ソファーがあります。ここでテレビを見ます。ここは座ってテレビを見る場所です。階段を上ります。ここは2階です。2階には1、2、3、3つ部屋があります。この部屋には布団があります。ここは寝室です。寝る部屋です。ここでみんなで寝ます。この部屋には机があります。大きな机があります。パソコンもあります。ここで夫が仕事をします。ここは夫が仕事をする部屋です。この部屋にはおもちゃがあります。おもちゃがたくさんあります。子供たちがここで遊びます。ここは子供たちが遊ぶ部屋です。家の外には駐車場があります。車を止める場所です。これは庭です。私たちの家には庭はありません。ここは公園です。私たちの家には庭がないので、子供たちは近くの公園に行って遊びます。今日は私の家を紹介しました。今日はこれでおしまい。またねー。